常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様、今日の動画面白かった、興味深かったという方はね、ぜひ 高評価、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、この動画を拡散していただける方ね、ぜひね、よろしくお願いします。感謝歓迎でございます。中国経済ガチカウントダウンということでね、ちょっと今日はね、いつもほらディスってばっかりなんで明るいニュースからお届けしたいと思うんですけど、まずね、HSBC というですね、まあ、これもともと香港上海銀行ってね、本シャンともね、略称で呼ばれてますけれども、まあ、もともとはイギリスの銀行です。今はもう香港拠点になってると思うんですけれども、こちらの銀行のですね、幹部がね、中国不動産、大幅な調整は終了というですね、コメントを出したと。まあ、民間銀行の一幹部がそう言ってるだけなんで、ですけど、まあ、明るい見方なんでね。一個伝えたいんですけど、一応まあ、でもイギリス金融大手って書いてあるな。イギリス金融大手の、HSBC ホールディングスの、ノエル、クイーン CEO ですね。はい。まあ、まだこれ、香港拠点だけど、イギリス資本なんですね。はい。中国の、不安定な商用不動産市場が最悪局面を脱した可能性があるとの見方を示したということですね。まあ、実はこの日に発表したね、第三四半期の決算で、この不動産のですね、大幅な損切りをしたと。これに合わせてですね、まあ、そんな風に言ったらしいんですけど、同じくですね、このスタンダードチャーター銀行っていうね、よくブルームバーグなんかでね、宣伝入ってる銀行ですけれども、こちらもですね、なんかその不動産セクターへの、ね、エクスポージャーがやっぱだいぶ懸念されてまして、で、同じ記事によるとね、スタンダード社の場合はですね、第三四半期の税引き前利益が3分の1減少、中国不動産銀行関連投融資で10億ドル近い損失を、まあ、計上しているということで、まあ、大幅な損切りしたんでね、そろそろ終わりなんじゃないかと。まあ、だといいね、みたいな話なんですけど、一応ね、それに関連してね、チャイナのですね、新築住宅、はい、新築住宅の販売額がですね、10月に今落ち込んではいるんですけれども、落ち込みがちょっと鈍くなったと、落ち込み鈍化という記事がですね、入ってきてます。これ一昨日の記事ですけどね。はい。新築住宅販売がですね、前年同月比、マイナス 27.5% と、いうことで、9月はですね、マイナス 29.2% だったんで、かなりマシになりました。マイナス 29.2% がマイナス 27.5% で、ちょっとこういうことね。ね。もうね、減少が鈍化と、いうことです。で、さらにですね、10月の販売額、前日比で 0.6% 増加していると。まあこれ暫定集計なんですけどね。なんで、ちょっとこう、底打ちしたかな、みたいなね、まあ、兆しが見えてきたのではないかということなんですが、これは厳しいんじゃないかなと。実はですね、我らが、近藤大輔先生ね、かつてニュース女子で、共演させていただきましたが、近藤大輔さんがですね、最近ね、不思議な中国っていう本を書かれたらしいんですよ。はい。で、この本がね、現代ビジネスでね、一部ちょっとこう、なんていうのかな、こう、中身ね、中身ちょっと先読みみたいな感じで読めるんですけど、これによるとですね、今ね、チャイナでね、ランウェイローと、ランウェイローというね、言葉が流行ってるらしいんですね。鬼の城で騎乗だったじゃないですか。で、騎乗って言ってる頃はね、まだそのチャイナの不動産はイケイケどんどんで、で、そんな中でね、やりすぎちゃってこんなのがありますよと、こう珍しがってみんなやってたらしいんですけれども、どうもね、その騎乗とかね、あと騎乗に迷うって書いて、そのなんか騎乗通みたいなね、連中がですね、こうネットでね、このなんか、こうゴーストタウン特集みたいな風にこうやってわちゃわちゃ騒いでたのがですね、この不動産粛清、あ、間違えた。不動産粛清じゃなくて、この不良債権、不良債権というかその、あれですよね、総量規制ね。総量規制始まって、そのまあ、不動産バブル退治するみたいなことを言い始めてですね、なんか言論統制も食らったらしくて、ね、記事を面白がるようなサイトとかも全部なんか消されたらしいんですね。で、今何が起こってるかというとですね、ランウェイローというね、まあその、言葉に代表されることなんですけど、これね、ランウェイローのランはですね、春ランマンのランね、ランね、はい、ランで、これはね、腐るという意味だそうです。で、ウェイはね、おっぽのおって書くんですよね。だから最初腐るね。で、次はおっぽのおでおしまいです。ね。腐るおしまい。で、ローはマンションということで、まあ、おしまいが腐ったマンション。最後の方が腐ってるマンション。これどういう意味かというと、計画はして金も払ったんだけれども、立たないやつね。これがランウェイロー。騎乗っていうのは一応立って誰も住まない。ね。ゲートが閉鎖されてて誰も住めないということで、一応物理的に存在したんですけど、ランウェイローというのはですね、皆様の心の中だけに存在しているんです。はい。腐っていて、ね、おしまいが腐ってるマンションですから。
もう腐っててたからもうないんですよ。もう、あの、ね、腐ってたんだ、早すぎたんだ、みたいな。早すぎたっていうか遅すぎたんですけど、あの、住めないです。概念的なもんでね。はい。というのがあるわけで、これまあ、近藤さんこのように言ってます。というわけで、ランウェイローという信号が生まれたと。ランは腐る。オは、おしまい。ローはマンション。直訳すると、おしまいが腐ったマンション。1年以上にわたって工事がストップしているマンションのことを指すと。あなたの家の周りにランウェイローはないか。SNS 上でそんな問いかけが起こると、たちまち全国各地からあるあるとの回答が殺到したと。中国全体がランウェイ国にならぬことをということで、ひえーという感じですね。はい。なんか一応ね、近藤さん曰くね、2022年になると住宅ローンの返済拒否運動が顕在化して、まあ、銀行が青くなったということなんですね。で、不動産の資金繰りが悪化して、マンションの建設を途中で放棄してしまうケースが相次いだ。これに起こった購入者たちが銀行へのローン返済を拒否するというものだと。青くなったのは銀行であると。中国人民銀行によると、同年6月末時点で個人向け住宅ローン残高は、日本円で777兆円もあるそうです。はい。全貸し出し残高の2割が、実はこの住宅ローンなんですね。はい。で、そのうち2兆元がですね、返済拒否に遭うリスクがあると。中国で最も伝統ある、後発証券というのが、試算したそうです。まあこれ結構大きな問題なんですよね。ランウェイローとか言って笑ってる場合じゃないんですよ。もうランウェイローからですね、ね、住宅ローン返済拒否運動始まって、ね、チャイナ経済メルトダウンみたいなことも考えられるかもしれないと。で、このね、悲惨な話はですね、まあいろんなところに出てまして、まずですね、恒大ですね。はい。恒大のですね、これもブルームバーグの記事なんですけどね。恒大が要はその住宅建たなくてですね、まあ、あの、人民が大変困っていますという記事ですね。ああ、いや、恒大ですね、間違えた。碧桂園だ。恒大よりもでかい碧桂園です。まあ、恒大もそうなんですけどね。碧桂園、危機、中国人民を、翻弄。住宅は値上がりするだけと信じ、人生設計ということで、この記事概要はですね、碧桂園は中国が発展させた不動産融資モデルの犠牲との指摘もあると。碧桂園に対して行動を起こすよう求める国民の声も、当局は警戒しているということなんですね。で、これね、冒頭ですね、この悲惨なね、ファイランさんというね、方のですね、悲惨な話が、あの、書いたんですね。まあ、これ女性の方なんですけれども、中国で今年8月、碧桂園に深刻な、碧桂園が深刻な資金難に陥ったというニュースが流れると、すぐに38歳のファイランさんは、山東省の建設現場に忍び込んだと。彼女は金網をくぐり抜け、近くの建物の屋上に登った。その景色を眺めると、心臓をわしづかみにされたような苦しさを覚えた。無人のクレーンや雑草の中に点在するセメントの破片が目に入ったということで、まさにランウェイローですよ。ね。で、さらにもう一人ですね。公務員のトム・チェンさんですね。一家で家賃収入を得るためにアパートの工事を、かつて中国最大手だったデベロッパーが、浙江省で中止していると知ると、自分がホームレスになってしまうのではないかと思わずにはいられなかったと。苦しんでいるのは彼らだけではない。関東省の建設、労働者、フーさんは、2ヶ月前にですね、賃金が支払えなかったと。ね、あ、2ヶ月間か、ごめんなさい。2ヶ月間賃金が、支払えなかった。抗議のストを始めた時、碧桂園はすでに7万人の従業員を解雇していた。会社が危機的状況にあろうがなかろうが関係ない。血と汗で稼いだ金を手にしたいと、フーさんは言うと。詳しい関係者によれば、碧桂園の創業者、ヨウ・ケンキョウ氏の一族は、国有企業からの資本注入を得ようと、当局との面会を期待して、北京に飛んだが、不守備に終わったと、いうことで、このランウェイをね、現場でこれだけの、まあ、問題を起こしていると、いうことなんですね。で、さらにですね、まあ、悲惨な、話はね、続くんですけれども、恒大ね、恒大がですね、なんかあの、まあ、さっきの碧桂園ですけどね、恒大が今ね、あの、債務の再編をまあ、やろうとしているんですが、新規の債券発行禁止されたでしょ。これまあ、随分前にニュースでやりましたけどね。で、そのせいで今だからすげえ困ってて、めっちゃテクニカルなことをしようとしてるというのが記事になっています。これはですね、ブルームバーグのやっぱ記事ですね。中国恒大、子会社株式持ち、再編案修正へ、香港裁判所で説明ということです。で、この記事によるとね、恒大は新たな債務再編の試みとして、子会社の株式を重要な構成要素として用いることを検討していると、いうことで、要はその、借金ね、返せないので、代わりにですね、子会社の、株をつけるので、負けてくださいみたいな交渉です。ヘアカットって言うんですけどね。ヘアカット交渉を、まあ、その、進めるにあたりですね、債権者側にもメリットがあるように、わかりましたもんね。あの、子会社の株、これおまけでつけますから、これでどうですかみたいなことで。で、その裁判所がそれをね、まあ一応再編案として認めるかどうかという、まあそういう話をしていると。
いうことなんですね。で、このによるとね、恒大の清算申し立てをめぐる審理は、香港高等裁判所で30日に行われる予定だったが、12月4日に延期だと、ね、判事からね、延期の決定が出されたと。で、それに先立ち、恒大の弁護士は、新たなね、そのまあ、債務再編案としてですね、中国恒大新能源汽車集団、まあ、EV 会社ですね、それから、恒大物業集団、これ不動産管理会社なんですけれども、この二つの株式をですね、まあ、抱き合わせ的におまけにつけようかと、いう提案をしようとしているというふうに発表されたんですが、この二つの株式ね、もうすでに香港の株式市場で8割ぐらい暴落してるんですよね。どうなんですかね、これ再編案としていかがなものかということなんですが、まあ、この記事はですね、恒大の当初の案には一部の債権者に恒大と子会社2社の株式と連動する商品を付与する選択肢も盛り込まれていたと。3社の株式化は、年初来いずれも 80% 余り下げていると。中国不動産危機の象徴となっている恒大の裁判が進展しないことに、債権者側は苛立ちを隠せないでおり、新たな計画に関連し、債権者の支持を得るのは難しそうだと。まあ、それは無理でしょうね。そんなゴミみたいな株つけてもね、納得するかっていう話ですよね。で、そんな中ですね、そのまあ、昨日の動画かな、まあ、昨日か一昨日の動画でね、習近平が今その、この不動産バブル崩壊のね、その、まあ、犯人探し、ね、やってるっていうことなんですけど、チャイナでね、大キャンペーンが始まったみたいです。ね、この不動産バブルね、これをね、もうバブルを助長しね、それを崩壊させたのは、恒大の放盤経営なんだということで、創業者のですね、許家印氏に対してですね、大ネガティブキャンペーンが始まりました。はい。これもあの、日本のね、マネーポストウェブというところがですね、面白おかしくこのね、チャイナのキャンペーンに乗っかっちゃってですね、この記事引用してるんですけど、まあ書いてあることはおそらく事実でしょうね。うん、要はその、こんな放慢経営して人々に迷惑をかけた恒大のね、この創業者が、これだけね、もう豪華な生活してましたと。もう、キム・ジョンウンかと見まごう、喜び組みたいなやつまでいたみたいなね、話が出てるんですけど、まあこんな書いてあるんです。まあちょっと一例を言うとですね、許家印氏がですね、まあ、めっちゃ贅沢な話をしていると、贅沢な生活していると、ビバリーヒルズのハリウッドが、ビバリーヒルズとハリウッドが、ハリウッドが交差するあたりに、次男名義の豪邸があって、敷地面積が1230平方メートル、5つのリビングルーム、10箇所の浴室、7台の駐車スペースがある車庫、プール、画廊、ギャラリーですね、それから、映画鑑賞ルーム、サウナ、バーカウンターの地下室、フィットネスルームがある、街頭、大豪邸があるとかね、ロンドンの中心部に2億1000万ポンド、日本円で、380億円のですね、6階建ての大豪邸を持っているとか、ね、なんかその15年前に建てられた物件の入り口には純金製のシャンデリアが通知され、まあ趣味悪いですね。はい。水晶製の照明器具にグランドピアノが置かれ、名画が飾ってあって、欧州の宮殿のようだとかね。で、他にもですね、イギリス、まあアメリカの他にもですね、カナダ、オーストラリアなどで親族名義の豪邸をまあたくさん持っているとかですね、それから国内にね、あの、200人を超える、その、ダンスチームがあってですね、これが、あの、恒大喜び組みたいになってるんですよ。で、そのリーダーの女性と、まあ、特別な、不適切な関係にあると、いうことで。でね、この、あの、喜び組みを使ってですね、ハニトラみたいな接待をしてね、で、その、まあ、あの、地方政府の幹部を籠絡してね、格安で土地を手に入れて、悪さしてたんです、許家印が全部悪いんです、みたいな、まあ、ちょっとそういうストーリーを作ろうとしてるのかなと。まあ、この記事いわけですね、土地売却に関して権限を持つ地方政府の幹部や、大手金融機関の幹部、その他に金儲けに役立ちそうな人物との接待において、このダンスチームが、様々な形で関与したことが疑われているということでね。まあ、今、恒大にね、一番貸してた銀行のね、幹部がなんか取り調べを受けてるということですから、まあ、不動産からですね、金融機関に、まあ、このね、不動産基金が波及するっていうのは、これは日本のバブル崩壊でも同じなんですけど、チャイナの場合はですね、まあ、政治的な意図を持ってですね、まあ、これが、行われると。まあ、ランウェイを捕まされちゃった人ね、これでストレス解消できるかっていうと、まあ、どうでしょうね。一時的にはね、スカッとするかもしれませんけど、やっぱり問題は何も解決しないですよね。社会主義権のやる政策ってこういうのが多いんですよ。短期的にはうまくいくけど、長期的には破綻すると。あのね、悪名高きゼロコロナ政策がまさにそれですよね。まあ、同じことをこの不動産でやろうとしてんじゃねえかなということでね。まあ、HSBC はね、底打ったと言いますけど、いやいや、なかなかね、これね、底が見えないところがね、このね、バブル崩壊の恐ろしいところでございます。まあ、90年代ね、身をもって体験した私から、ね、あえて、老婆心ながらね、忠告をさせていただきます。早く民主化しろ、と。
ということでね、はい、今日の内容面白いなと、興味深いなと思った人はぜひですね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、今日の内容拡散していただける方ね、ぜひね、拡散ボタン押してください。さらにですね、特に気に入った、役に立ったという人はね、ぜひ、八重洲イブニングラボね、私のやってるオンラインサロン入ってください。それに入るとね、まあ、プレミアム会員になっていただくとね、こういった、お話ね、1日2通メルマガ出してますので、よろしくお願いします。一時的な、ワンショットで応援したいという方は、Thanks ボタンでも、結構ですので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！